はい、速稼塾の久保でございます。今日はね、恋愛についてちょっとトピックを出していこうかと思うんですけども、まあどんな方もね、彼女でいたり彼氏でいたりお付き合いするときは一生添い遂げるつもりでおそらくねお付き合い始めると思うんですよ。でもね、なぜかタイミングが合わなくって、いや、いろんな関係で別れてしまうってことがあります。その時に、まあ、女性がね、別れなきゃよかったかなっていうふうに後悔する瞬間があるそうなんですけども、それを今回ね5つにまとめてちょっとサイトの方で確認して進めていこうかと思います。私もねかなり興味がありますね、これはね。では画面切り替えます。はい、実は後悔してます。女子が元彼と別れて後悔している5つの理由ということで記事が出てますね。よく男性の恋愛は名前をつけて保存、女性の恋愛は上書き保存と一般にささやかれています。男性は元カノのことを覚えているけど、女性は元彼のことは次に誰かと付き合えばどうでもいいよくなってしまう。大体そういった意味だと思うんですけども、本当にそうなんでしょうかということでね、ここに切り込んでくれたんですよ。本当に女性ってのはお付き合いした男性のことをそんなにすぐ忘れてしまうものなのかなと。新しい彼氏がね、前の彼氏以上だったらもしかしたらそういうことはあるかもしれませんけども、新しく付き合った彼氏がね、ちょっとあれおかしいな、前の方が良かったかなって思う瞬間もあるのかもしれません。ちょっと記事の方戻りますね。別れたことを後悔している元彼はいますかという質問に、3割以上の方がいるんですというふうに答えてますね。まあでも大半はいないということで、すぐにね、気持ちを切り替えて、もしくは振り切ってもっと素敵な男性を見つけているのかなと思います。以前の恋愛で学んでもっと進化した自分になっているってことなのかもしれませんね。で、元彼が別れて女子が後悔している5つの理由というところに、行ってみますけども、1つ目、思い出深い期間付き合っていたから。確かに、10代の頃とかね、それから就職を迎える20代の頃にお付き合いしたことがあれば、いろんなことをね、人生について相談もしたでしょうし、そのたんびに将来の自分の家庭とその彼氏の家庭が目に浮かんだりとかすると思うんですよ。もしかしたらね、2人の間でできた子供はどんな名前にしようかなってことも思ったかもしれません。まあそういったことをね思い出すと、いや別れて失敗だったかなと思っちゃうこともあるかもしれませんね。で、2つ目です。相手にちゃんと歩み寄れなかったから。なかなかね、本音を語れなかったとか、真面目に、こうね、厳しい話もできなかったとかね、どうしても楽しいことばかりに目がいってしまうんですけども、本当に2人で一生添い遂げようと思ったら、苦しい時とかね、悲しいとことかも、そういうのも共有していかないといけないのかなというところですね。ここに書いてますけども、自分の気持ちをちゃんとさらけ出して、それでもダメだったなら後悔はないけど、ということなんで、いまいち本気で向き合えなかったからちょっと後悔してるのかもしれませんね。本気でぶつかっていけば解決できたかもしれないと。絆ができたかもしれないっていうふうな、まあそういうふうな振り返りだったかもしれません。もしかしたらこれはね、新しく付き合った彼氏とはそれができたから、あ、こういうことを前の時にやってなかったなと、申し訳ない気持ちとともに思い出すのかもしれません。ただそれはね、男女ともお互い様です。次、別れ方が良くなかったから。こういうのありますね。ちょっと会わない期間が続いてなんとなく別れてしまったと、あとは本当にちっちゃいこじれ喧嘩が元で修復が効かなくなってしまったと。今思えばあんなことはどうでもいいことだったと。もうちょっと正直に素直になっておけばよかったなってことなのかもしれませんね。次はね、何らかのスペックが高い人だったからということで、これね、別れた彼氏が自分の友達と付き合いだしたとかね、ものすごく玉の輿になったとかね、そういう時にああしまったと思うところがあるかもしれません。これはまあ人間の差なんで、その人が意地汚いとかそういうことではないと思いますよね。で、最後なんですけども、私のわがままで崩れてしまったからってありますよね。確かにね、ああ考えてみたら自分が幼かった、自分がバカだったなっていうことが、これあるかもしれません。これもだから、男性も女性もお互い様ではあると思うんですよ。まあこうやって見てみるとね、いろんなことを女性も考えてるんだなと思いまして、私もね、今こうやって記事を読みながら自分の、大したことがない恋愛遍歴ですけども振り返って、いやーなんかバカなことだったなとか、勘違いしてたなとかね、自分勝手だったなと思うこと結構ありますね。まあそういうのも込みで、今はね、一緒にいてくれる人に強い愛情を向けていけるんじゃないかなっていうところですね。では本日は以上です。